生姜、大量に刻み込みたい。マサバ、頭を落とし、綿を抜いて水洗い。筒切りする。酒、みりん、醤油、コップ。みりんと酒をコップに半々並々入れる。醤油をコップ半分まで注ぐ。合わせて混ぜる。これが煮汁。昆布と生姜、サバを並べて煮汁を半分注ぎ入れる。添加、落とし蓋をし強火にかける。煮詰まり出したら残りの煮汁を投入。照りが出るまで煮込んでいく。煮詰め加減は好みでもある。味見しながら調整するのも楽しい。いただきます。持つべきものはサバですな。